はようございます。ヤンマー波響システムの畑山です。今日は大阪湾で釣りをやっていきたいと思います。本日は特別ゲストをお呼びしております。伊丹さんと中爺さんです。はい、おはようございます。よろしくお願いします。はい、中爺と伊丹です。お願いします。もう中爺、僕ら呼ばれたということは、はい、もう何されるか分かりますよね。そうですよね、はい、あ、もう分かってるんですね、はい、何を願ってますか。今日はレッドデーをレジャー仕様にしまして、はい、今日は皆さんで釣りをしていきたいと思います。なるほど、中爺、今僕たち乗ってるんでヤーマンの ZD3216、はい、かっこいいですよね。そうですよ、すごいですよね。ね、よかったです。和船タイプ、はい、まあ、挑戦したことは、いや、まだないで、何が釣りたい。今日はそうですね、はい、タチウオが釣りたいですね。そうです、今、まあ、タチウオといえば僕でしょ。あ、はい、心強い。初めて聞いた。まあ、遊漁船の船長ですか。そうですね、はい、よろしくお願いします。任せてください、はい、よろしくお願いします。で、釣り歴は。あ、実は僕やったことないんです。ないんかい。じゃあもう手取り足取り教えて。あ、そうですね、よろしくお願いします。はい、わ、はいはい、かりました。じゃあ出船しましょうか。はい、行きましょう。はい、でした。じゃあ行ってきまーす。行ってきまーす。ちょっはい、いよいよ、はい、もう楽しみで、はい、うずうずしてますけど。釣りたいでしょ。そもそも竿の持ち方すら分かってないんで、ですね、今から教えてもらおうと思います。わかりました、はい、さあ、まずは、タチウオジギング、はい、ね、ポイントつきました、はい、でこれ右巻きのリールなので左手で、はい、リールを下から囲うような感じで、うん、で、ベイトリール、ここのクラッチを下にカチッと、はい、お、で、そのあとフリーにせずに親指を、はい、止めるんでなく擦れるような感じでラインを出していく。スーッと指紋を擦ってるぐらいの。ああ、本当だ。はい。そしたらあのジグがそこについたら、今 160g のジグなんですけど、はい、そこについたのが分かります。止まります。止まったらゆっくり巻いてみてください。止まってないです、ね、はい。今ここで水深 60m。 あ、止まりました。はい、巻いてください。根掛かりしないように巻いて、で、例えば左の方で釣りしてる人を見てください。巻いて、あ、にしゃくってますよね。そうそうそう。で、今そんなに誘わずにゆっくりふんわんふんわん、そう。で、巻き続ける、巻き続ける。カク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 になるでしょ、うん。それをスムーズに巻きながら左手でちょっとソフトに。スピードはこれくらいですか。あ、いいですよ。あのタチオの時、僕はもうほんまにソフトにちょっと貸してもらっていいですか、はい、例えばね、僕いつもやるのがもう、おお、こんな感じ、スムーズ、はい、なるほど。で、タチオの活性によってちょっと巻くスピードを変えたりとか。でも今だいぶ上の方まで行ったので、クラッチを切ってジグを落としてください。その繰り返しです。あ、今当たったんですか。はい、そのまま巻いて、巻いて、おーい、竿はそのままで巻き続ける。あ、そのまま巻いてください。え、ずっと巻いてていいんですか。いいですよ。おー、はい、そのまま竿を僕の方に立てて、はい、はい、ダチオやったー。やったー。こんな早く釣れるって思ってなかったです。はい、ここ持ってください。あんまし なんかしゃくり幅ちっちゃい方が良さそうやね。うはい、タチウオゲット。タチウオやった。え、釣りは人生初めて。すごいね。すごいな。これが噂のビギナーズ。自分で言っちゃう。ありがとうございます、自ら言っていただいて。で、タチウオ釣るのは人生初めて。もうなんか疲れちゃった。まだまだ始まったところ。行きましょうか。頑張ります、はい、ありがとうございます。釣れちゃいました。やばい、課長。この船ほんますごいっす。でもこんなむちゃくちゃね、広いし。来た、兄ちゃん来た、兄ちゃん来た。 あ、また来たよ。こんな顔吸ってる、顔吸ってる。やばいやばいやばい。ちょっと待って、伊丹さん、伊丹さん呼んでるよ。頑張ってよ。
相馬頑張っとって。何かな、どないしたんすか。さっきより重い。来た。でかいかもよ。わあ、ナイス、また釣れた。よっしゃ。なんでビギナーズラック続くというね。なんでいや、僕ちょっとよその人のサポート行っとった隙に。あ、どうです、一気は最高でしょ。楽しみだったからね。はい、で、タチオは歯が鋭いのでグリップで掴んで。本当だ、やったね、やった。釣りのしやすさどうですか。あ、すごいしやすいです。このデッキが、はい、もう柔らかいからこうふんばりやすいっていうか、こう滑らないから。シーレックがね、シーレックが効いてます。これいい色でいい感じで貼ってますよね。あ、そうなんですよ、これ実は僕がデザインしたんです。そうなんや。違いますよ、僕が色選んだだけなんですけど、ね、なるほど、はい、で、リガマリンさんに貼ってもらった。そうです、照り返しが少ないもので、はい、かつ熱吸収しにくいのはこの色かなと思って。なるほどね、まあタチウオカラーですね。ほんまやね。ヤンマーレッドをどうしても入れたかったんで。なるほど、エンジンケーシングだけはこのカラーにしました。いい感じ、かっこいいっすよね。そうでしょ。ナイス、後ろ見てみんなタチウオ釣れてる。ナイス、女子がボタンの入れ具合、シーズが釣ってる。記念撮影中、でかい。ただただ入れ食いや。いい感じでトリプルゲット。すごい、太陽さん、おめでとうございます。初めて見た。すごい、やばい。おい、こういうことです。これ何フグ。白サバフグです ね、両方とも。ダブルゲット。あ、いいサイズ、いいサイズ。来てる来てる、うん。あ、オッケー、やったー。はい、こっちに、こっちに。素晴らしい、タチウオゲット。中地、なんかバナナ持って余裕やね。ちょっとチャンス、チャンスある時に来るからね。もう畑山さんどうです、釣りは。あ、めちゃくちゃいい感じですよね。ちょっと釣ったし、ね、慣れてきましたね。タチウオってそうやってあんまスローな方がね、はいはい、いいんで。あ、そうなんですね。幅もなんかそんなない方が行く時もあるから。なるほど、ね、めちゃくちゃいい。食べながらで申し訳ないですよね。操船しててどうですか。めちゃくちゃ立てやすいです。あのドライブ線って結構クイックに動く分、はい、小回りいい分すごく修正細かく効かさなあかんですけど、これやっぱりしっかりしてる、幅広でフラットなんで、はい、もうそんなわー言うてみんな面倒見ててもそんなに動く立てなくても大丈夫なんで。今もそうですよ。ですよね、はい、僕はあの中乗りさんみたいに走り回ってても全然楽で。そうですね、走れますもんね、極端な話、ね、なんか伊丹さんと2人でなんか商売できそうな気がする。幅が3メートルあるんで、これ横幅が、はい、はあ、まあ実際は 2.9 メートルなんですけど、はい、それがかなり広く感じると思います、ね、これ僕寝ても全然余裕あるからな。そうですね、これすごいよな、はい、あの横の通路もそれに比べて他の船に比べてかなり広いんで、はい、あの移動する時とかも、はい、こうスペースが余裕がありますね。なるほど、確かこうやって、まあ、こうやって寝る釣り人さんはおらんと思うけど。いや、移動中寝れますやん。そう、移動中最高ですやん。確かに普通はキャビンがあるんで横の通路はかなり狭くなっちゃうんですけど。なるほど、こういう船だと、ね、幅が広いし、はあ、移動もしやすいし、クーラーボックスも置ける。で、このバーはこれはついてるんですか。あ、これはオプションでつけてます。今レジャー仕様でつけてます。つけれるんですよね。はい、つけれます。これ一周ぐるって回ってるんで、はあ、今みたいにみんなで釣りをしても、はあ、まあ、全然十分どんなところでも釣りができるっていうのは、はい、まあ、この船の特徴ですね。魅力ですね。魅力ですね。後ろの高橋さんもね、なんか3年ぶりぐらいにジギングやるとか言ってますけど。なんか3年ぶりです。めっちゃ楽しんでますもんね。やっぱ安定いいんですよね、これね。そうですね。あ、初めての僕結構ふらついちゃうんですけど、はあ、シーレックとパルピットのおかげですごい安定してます。今分かった、やってみて。こう前のめりになったら足がつるんとこう行きそうなんですけど、これシーレックがね、シーレック張ってるからストップがかかるんだ。そうです。あ、ほんまやね。いや、これはいいわ。あ、で、後ろヒット。スペースがもう有り余ってるから。めっちゃ広い。ちょっと寂しいぐらい。よっしゃ、おー、はい、おめでとうございます。あ、かわいいけど。あ、先輩たちが釣りました。畑山さん、後ろ広々と釣りしてダブルゲット、素晴らしいです ね。やっぱり Z デーの特徴が生きてますね。先輩がちょっと大きいサイズタチウオ釣ったみたいなんで。なるほど、せっかくデザインしたね、はい、このメジャーがあるので
これで測ってみましょう。これシーデックにメジャーをつけたということですね。そうなんです、僕がデザインしたんで、はい、こうやって測れるようにしたんですけど。なるほど。さてどれくらいかな。ここということは 70?80 ですね。ここが90なんで。なるほど。ここが80、はい、ですね。そうです。80センチ。80センチ。おめでとうございます。おめでとうございます。まあ太刀ではまあまあやね。まあまあ中くらいサイズでした。なるほど。そうか、こういうデザインも好きにオーダーできるんですね。そうなんです。僕がこのヤンマーのロゴだったりとか、はい、このシーデッドデー32G6 っていうのを入れてくださいっていうふうに注文して。なるほど。でこういったメジャーも同じように注文しました。ということで、釣ったこの太刀魚は誰が釣ったんでした？浜田さんです、はい、先輩の。自分で釣ったかのようにね。紹介したくて横取りをされたように。実は先輩酔いやすいって言ってて常に弱い、はい、常に弱い。もう釣り行く前から僕はもうずっと違う船に乗って見てるからって言ってたんですよ。どうですか今日は。もう全然揺れないんで、はい、もう全く酔わないっていうところがありますね。それが幅広和船の特徴です ね。特にこう停泊してるもしくは止まってる時に釣りっていうのは下向くから弱い方には苦しいかもしれませんね。あ、そうかもしれないですね。でも大丈夫、よかった。全然なんともない。楽しいでしかないですね。まあ、ちょっと当たりが遠のいたんですけど、はい、タチをまあまあ釣れた感じ。良、ね、かったです。良かったですね、はい、なんか初めて釣りしたには結構釣ってましたよね。でしょ、はい、よかったです。ビギナーズラック。やっぱ釣り船が釣りやすいからちゃいます。あ、ね、そうですね、はい、でもこうまあ、青物ジギングと違ってふんわんふんわんするのも船の揺れがないから安定してますよ ね。やりやすい。今のでもふんわんふんわんなんですね。そうなんですよ。もう手首が痛いなとか思ってたんですけどね。ちょっとエクササイズいきません。じゃあその青物狙いのジギングいきましょうか。いきましょう、はい、はい、じゃあ中津お願いします。いきますね、はい、いきましょう、レッツゴー。これ青物だわ今度。ありがとうございます。よっしゃよっしゃ。いいですか開けても。はい、いいですよ。はい、さあここのスペースはおー、いきよっかな。じゃあ頑張ってや、Yamaha.